ガント局長見習って今度から視聴者さんのことを長さんと呼ぼうかな。動画のご視聴ありがとうございます。夢崎みむです。第5話蘇る逆転、続きからやっていきましょう。毎回間違えちゃうんだよな、これ。上を押せばいいんだな。で、これだね。パート4、2日目、探偵全、おー、探偵まで分かれたか、前編後編。前編からやっていきましょう。2月23日、午後2時15分。なるほど、法律事務所。あかねちゃんかな？あかねちゃんだね。なるほどさん。それで、結局、どうなっちゃってるんですか？結局どうなったんだっけ？ガントが怖えことしか残ってねえや。私、なんだか混乱しちゃって。それは、その、ちょっと整理してみよう。頼んだ、なるほど。よし。被害者は正しき道を捜査官。21日の午後5時過ぎに視察。殺害現場は検事局の地下駐車場、および警察、およびつくのおかしいんだよな、正しき。警察局の保管室と、そう、2箇所で同じ人物が殺害されたことになってるんだよね。何ですか、およびって。なあ、あかねちゃん、わけわかんないよな。警察局と検事局、車で30分は離れてますけど。そうらしいよね。それをこれから調べるんだよ。調べてわかるもんなら、わかるもんなのかね。あかねちゃんの BGM も板についてきたね。よーし、頑張るぞ。いいね、あかねちゃん。やる気なのは嬉しいけど、調査の役には、いや、立つだろ、調査の役に。それはどうかな、なるほど。言ってたんかい、なるほど。100歩譲って心の中で思ってるだけならいいよ。口に出すな、なるほど。ちょっとこれから付き合ってもらえますか？お、いいぞ、あかねちゃん。このメガネが伊達じゃないこと、見せる時が来ましたね。なんかあれ、理科の授業とかで使ったさ、なんかよくわかんない板的な、それの役割果たしてんのか、そのメガネ。そういう色だったよね。これを上から被せるとこう見えるみたいなやつ。さあ行きましょう。いざ、科学の道を。よし、科学の道進んでいこうか。おう、三剣の車、久しぶり。2月23日、某時刻、検事局、地下駐車場。ここで、あかねちゃんが活躍するんだね。私、警察局の事件はどうでもいいわけあるがい、人死んでんだぞ。だって、被害者の死体が見つかったのはここですからね。あ、そうだね、あかねちゃん、賢いね、あかねちゃん。警察局で殺害されたのは正しき道をなんだけど、何かの間違いなのかどうなのか。私、信じられないんです。お姉ちゃんが。そのドラム缶、中は空だったのだろうか。切り倒したってやつ？首席検事様が倒したドラム缶、水が入っていたよ。お姉ちゃんが現場の痕跡を消そうとするなんて。なんだかんだ言っても好きなんだな、智恵さん。まあ、唯一無二の家族なんだよね。お父さんお母さんは早くに亡くしてるんだよね。そういうのじゃありません。ただ、同じプロとして、信頼しているんです。兄弟姉妹に対してリスペクトが持てるのはいいことだよね。高校生がなんか言ってるぞ。うちも兄ちゃんいるんだけど、うちの兄ちゃんはリスペクトを持たざるを得ないぐらいに、まあ、頭がよろしい。すごく頭いいし、運動もできるし、かっこいいしで、すごいリスペクトしております、うちは兄を。でも、結婚があったにせよ、なかったにせよ、ドラム缶の水で全ては消えた。今更の。ふっ。お、得意げな笑みを。私の科学を舐めたら、体に毒ですよ、なるほどさん。なんだよ、その不敵な笑いは。いいね、あかねちゃん。そんな時こそ、これの出番です。おー、ルミノール試薬出たね、科学っぽいやつ。ルミノール試薬子供番組かな。血痕ってちょっと洗ったぐらいじゃ消えないんですよ。そうだね、目には見えなくてもね。相棒の次か相棒の前にやってる、マリコさんが出てるやつ。ドラマの名前ド忘れした。あれもこんな感じだよね、その科学捜査。でもそんな検査ならやってるんじゃないかな、警察も。大事なのは自分の目で確かめることです。ささ、とにかくやってみてくださいよ。まあ、警察無能説あるからな。僕がやるのかよ。だって、私、ほら、未成年だし。ルミノール試薬って、そこ関係あんのかな？関係ない。じゃあ、ほら、このメガネかけるかける。あ、やっぱそれで見えるんだ。そのメガネもう一本あったの？おぉ、真っ赤になった。血液反応を調べたいところに薬を吹きつけるんです。ほら、こんな風に。おう、今、シューってなったね。画面をタッチすれば、薬を、あかねちゃんが急にロボットになった感じになってるよ。画面をタッチすればね、薬を吹きつけられますから。さあ、これで血痕を探してみましょうよ。よし、探そうか。これもう、おぉごめんな、ミツルギ。でももう、この車、ダメだろ。ダメだからもういいよな。ちょっと汚しても。で、ここら辺か。あるある。これでしょ。まだ足りない？あ、見つかったね。血痕が見つかりました。おお、近づいた。メガネ越しに青白い光が浮かび上がってきた。もしかして、これが血痕なの？
なんか生々しいよ。どうしたあかねちゃん。まあそうだな。なんで声が震えてるんだよ。実は実際に見るのは私も初めてなんです。初めてじゃなかったら驚くけどな、逆に。頼りない科学捜査官くんだな。捜査官くん言いづれえな。とにかく確かにこれは血痕ですけど、何か、ああ広がってなくない？血が。気になるところ科学的で考えてみよう。量だね。もっとだって水で流すくらいだったらもっといっぱいあってもおかしくないけどね。犯人と正しき捜査官はここで格闘したわけだよね。その割には血痕の量が少なすぎるような気がするな。なるほど。あ、私もそう思います。同じだね、あかねちゃん。だって被害者の靴底にはこんなに血がついてるのに。確かに不自然だ。ここで葛藤があったのなら血の血痕がなければ、血の足跡がなければおかしい。確かに。あの私どうした？結構、ああ有能だね、あかねちゃん。いいぞ、ジョメズに書き込んでいきますね。いや、調査の役には立たないなんてな。何を言ってんだ。なるほど。はめちゃくちゃ役に立つんじゃないか。役に立つって言い方もあれだけど、いや、あかねちゃん助かるよね。なかなかやるでしょ私。確かに便利だね、ものすごく。いや、ルミノール試薬を見て言うな。なるほど。お小遣い貯めて買ったんですからね。あ、ごめん、めっちゃ使っちゃった。めっちゃミツルギの車に吹きかけちゃったよ。ルミノール試薬のスプレーをあかねちゃんに自慢された。自慢されたってなんだ。化学捜査用の薬剤、隠された血痕を探る、吹きつけるで使用。なるほど。今後は証拠品ファイルからルミノール試薬を選んで吹きつけるで使えばいいのか。警察は全てのデータを提示してくるとは限りません。都合の悪い証拠は黙ってることがあるんです。おお、未成年とは思えないほどちゃんと分析できてんね。その隠された証拠を自分たちで暴き出すね。ね、やってやるって気になるでしょ。そうだね、あかねちゃん。気になるところがあったら使ってみようか、こいつ。そうだね。ザイモン。あれ違う、お京さんじゃん。その薬、刺身弁当にも反応するかしらね。いや、かけるな。食えなくなるぞ、多分。お京さん。あー、間違えたな。ザイモンだと思った。信じられるのは自分の目。気に入ったよ、あんた。美味しそうな弁当くれるじゃん。血塗られた、血塗られたとか言わないで、京子さん。血塗られたこの刺身弁当、お京のおごりですわ。ってことは、今まではおごりじゃなかった。おい、返せ、金。押し付け詐欺じゃねえか、そんな。すいませんけど、その紹介じゃ食べられません。いや、すっと戻したな、今日の法廷。やってくれましたわね、今日は。すいません、でも、分かっておりますわ。悪いのはこっち。でもこれに関してはお咎めなしなのかな、ここにいるってことは。お京さん、私が事件を目撃したのはあの守衛室のガラス越しでしたわ。でもそれを言ったら証言が薄味になってしまう。あ、やっぱそういうことなんだよな。どうしても濃い口醤油を足したかった。ごめんあそばせ。お京さん似合うな、ごめんあそばせが。ひどいじゃないですか、嘘をつくなんて。なあ、あかねちゃん。そりゃそうだよな、妹からしたらそうだよな。ああ、勝ったね。いいかよ、お嬢ちゃん。忘れてないだろうね。目撃した場所は違っても、お京ははっきり見たのさ。ほおずき首席検事の殺人の瞬間を、この証言はまだ生きている。あ、確かにな、ここは変わってないんだもんな。捜査官として誓ってもいい。あの女は、正しきを刺したのさ。嘘ついてるようには見えないんだよな、ここら辺は。この写真、その意味を確認した方がいいな。写真の意味、ちょっと待って、写真忘れないうちに見とこうか。これ、あ、じゃあこれ、ジョメントだから、あ、これ、あかねちゃんが書いてくれたのね。ありがとう、あかねちゃん。こっちだよね、写真。この時点では床に血もないし、赤いマフラーもない。で、もう手袋はしてるって感じだね。捜査官、今日か？お京さん、刑事だったんですね。そうだね。あ、黙っちゃったね。2年前までか。2年前まで、懐かしい花。ガント局長が法廷に来たのも2年前って言ってなかった？こわもての容疑者の方々も一度私の前に出たら。あ、変わった顔が。子供みたいにゲロしたもんさね。あ、それでゲロまみれのお経なのか。ゲロ、自白のこと。みんな洗いざらいしゃべり散らかしたものですわ。何しろこう見えて私、天女にもなれますのよ。天女、そうみたいですね。まあやり手だったんだな。じゃあ彼らのバッチリ話をずるずる引きずり出すうちに、いつしかこう呼ばれていましたわ。ゲロまみれのお経。誰だこれ、最初につけたの。お経さんは真実のかぐわしい香りを身にまとっていると。お、あかねちゃん、
いい感じでまとめたね。よかった。確か解雇クビになったとか言ってたね。このモザイクちょっと怖いんだよな。私捜査官は天職と心得ておりましたわ。おそらくそこの済ました検事さんたちに解雇通知を受けなければ今も言ってたね。これがどうも坊月首席検事との前に事件があるね。これね、 あの事件のせいさ。 SL95 事件。え？ SL？ もっと詳しく聞けないか。聞け、これで、あれか、正しき捜査官のメモ。これを突きつければいいんじゃないか。あ、喋ってくれる？ SL95 事件。このナイフに、そしてメモ。正しきはね、正しきは？あの事件の捜査担当の責任者。刑事部長だって。あ、じゃあ偉いんだな、結構。そうだったんですか。これが絡んでくると。このナイフはあの事件の証拠品、凶器だった。まさに正しきが殺された日に申し送りされる予定だった。ほう、申し送りも出てくるね、結構。やっぱり、あの事件はまだ終わっちゃいないのさ。SL95 事件、もっと詳しい情報をいただけませんか？じゃあ、また聞けないの？どこで聞けばいいんだ？弁護士バッジ見せる？はい。たくあんの化石かしら？こんな形してないだろ。いえ、弁護士バッジですよ。どうした、今日か。たくあんの化石の方が価値がありますわね。いや、弁護士バッジはめちゃくちゃ価値あるだろ。あいにくですけど、売る気はないですからね。まだ。まだってなんだ、売るな、ずっと。じゃあ、正しきの。2年前までは私も持っておりましたわ。あ、そうだよね。捜査官の ID だもんね。あ、そうか。ゲノまみれだったわけですからね。当時は。そこかい？そこかい、あかねちゃん。捜査官だったからね、じゃないの？この ID、この駐車場で見つけたんですけど。間違いございませんわね。正しきのものですわ。でも、警察局で殺害された捜査官の ID とも一致しているんですよ。言っちゃうんだ。なるほど。黙っとけって言われなかったか。ありえませんわね。こんな風にバッサリ割り切れられれば楽だよな。まあそうだな。じゃあこれは、これ見て、あー見ていただけないね、これ。じゃあ三剣、これも関係あった関係ないって言おうとしたけど喋るな。三剣の車から三剣のナイフが刺さった死体が発見された。私に感謝していただきたいものですわね。まあそうだね。目撃者いなかったら完全に三剣だったよな、これ。疑われんの。感謝？私が事件を目撃していなかったら、三剣検事さんが逮捕されていたかも。これ。これ、三剣からしたら最悪だろ。それはない。いや、あるだろ。逆になんでないと思った。こんだけ揃ってりゃあるだろうな。しかしなぜ、首席検事様は凶器を用意しなかったのかね。これ写真でなんか、ああ、言ってくれるね。考えてみれば、写真は守衛室からでも撮ることができた。でもさすがの私もほんの少し浮き足立ちましたの、言えなかった。だからとっさに現場に向かったわけですね。まあ捜査官の血が騒いだんじゃないか。犯行を止めるために金網まで乗り越えて、まあ、女性でそこまでできるのすごいよな。あ、ちょっと飛ばしちゃった、ごめん。つまり事件発生から5分ほど経った後、あかれちゃんだったな今ちょっと、その5分が問題だった。証言の隙になるからね。でも本当のことを証言するべきでした。そうだね、あかねちゃん、それはごもっともだな。私はね、お嬢ちゃん、もう二度と自分の証言がなかったことにされたくなかっただけなのさ。あの事件の時のように。これが SL95 事件か。あの事件、これ、うわー、増えた、ここでか、増えんの。よし、じゃあ SL95 事件話してもらうか。思い知らされましたわね。私たちは所詮捨て駒に過ぎない。捨て駒、捨て駒、うん、2年前のことでしたわ。あれは大きな事件だった。ザイモン正しき、京香さん、左下にも誰かいるね。私たちは決定的な証拠をつかもうと必死でしたわ。かっこいいね、この感じ。解決しなかったんですか。いいえ、綺麗さっぱり解決しましたわ。犯人は逮捕され、処刑までされてる。処刑された。処刑?結果には問題はない。犯人は当然の報いを受けたのさ。ただ問題は、決定的な証拠はなかった。決定的な証拠なしに処刑まで行く？でも犯人が処刑されたということは、作られた証拠品。捏造？それって、まさか捏造ですか？そういうことになるね。うん。事件が片付いて数ヶ月後、捜査に関わっていた刑事は全員何らかの理由で整理された。あー、闇を感じるな。あるものは純粋格下げされ、あるものは免職になったり。それがということだね。
それがお京さんですか。うん、あなたたちがよくご存知の殿方もいらしてよ。左衛門さんだな。もしかして左衛門京介だな。そう、左衛門京介捜査官。おっと、今は署内保安課の巡査さんだっけね。あ、左衛門のことも聞ける。私たちは刑事としてあの事件を必死に捜査した。うん、熱意ある感じ伝わってくるな。これでも特に京介の執念はすごかったわね。そして事件が終わってあいつは巡査に格下げされた。うん、でもあいつは今も忘れていない。そしてこの私も。 SL9 号事件ですか。あの事件には裏があった。私たちはそれを追っている。上層部の連中にそれを止めることはできないのさ。あ、もしかしてそのお弁当は。あー、なるほど。私がこの呪われた検事局に弁当を売りに来る理由は一つ、捜査に力を貸してくれる昔の男たちに会うためさ。それが彼か。お京さんの彼か。事件に関わる捜査官たちが消え、証拠品が現れた。うん、闇だね。無関係じゃありませんよね、絶対。まあ、これは陰謀があるだろうね、坊や。なんですか。どうやらこの事件本気で調べるつもりのようだね。ええ。お、何、ステーキ弁当くれんの。これは持っておきなさいな。美味しそう。ステーキ弁当ですか。餌に釣られて協力してくれる男がいるだろうさ。あ、なるほど、にくれたわけじゃないんだね。まあでもありがとう。ステーキ弁当お京さんからもらった。ザイモンじゃん、使うの。ザイモン巡査の元気と平津口のもと。ありがとう、お京さん。あの、お京さんとザイモンさんは、その、付き合ってらっしゃるんですか。急に、どうして、あかねちゃん。どうして、そんなこと。まあ、気になる年頃か。ザイモンさん、どうしちゃったのかなって。昔、お姉ちゃんと組んで捜査していた頃は、優しくて、あの二人、とても仲が良くて、羨ましかったんです。それに私のことも可愛がってくれたのに。左衛門さんが捜査官だった頃の話かな。そうだね。それなのに今になってなんか冷たいんです。うん、まあ確かにね、ちょっと変わったって感じは。まあ茜ちゃんの反応からしても分かったね。京介と私は協力して調査をしているだけ。過去に決着をつけるために。それ以上のことは分からないね。あ、お京さんもかっこいいね。そうですか、ありがとうございます。まあ彼とはいえ、その付き合ってるって意味じゃないってことだもんね。左衛門京介か。まあ協力してくれる男たちのことをみんな彼って言ってるんでしょう。調べ、あ、吹きつけるって右上にあったな。でも調べてみようか。あ、なんか書いてある。はかわいい。1-3ほおずきあかね。油性ペンで名前が書いてある。1-3ほおずきあかね。もしかして学校にも持って学校に持ってってんのこれ。そりゃもう、いつ何が起こるか分かりませんからね。殺人起きたら怖えって。いつ何が起こると思っているんだろう。まあじゃあ吹きつけるやってみようか。ここら辺に、ID カード落ちてたけど、ここはないか。ここはないね。あ、電話ボックス、あ、ある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 。あ、まだ。よし、これ友恵さん触ったんだもんね。この血やっぱり友恵さんが。お、お姉ちゃんは犯人じゃありません。でも君に電話をかけてきたんだよね、事件が起こった時間に。実際右手に法廷を巻いていたわけだし。もう、なるほどさん、どっちの味方なんですか。まあ味方っつうか、真実を追い求めてるんだろうな。そういう問題じゃないよ。まあでも友恵さんは信じてるよ。友恵さんの手血で汚れていたことになる。厄介だな、厄介だねこれは。あ、じゃあ間違えた。じゃあ移動するで、まあ事務所行ってみる一旦。話す、相談しよう。さてと、何から取り掛かろうかな。あ、それはやっぱり例のあれじゃないです。どれだ。被害者の謎だよね。正しき捜査官はどうやって警察局と検事局で同時に殺害されたのか。分身しないと無理じゃないこれ。あ、それはやっぱり警察局の現場に行ってみないとね。証拠保管室だったっけ。あかねちゃん、あかねちゃんごめん、なんなら歩道がこんなんで。私ここでは必要とされ、いや必要だよ。あかねちゃんいないと寂しいから。てか、あれだから、あかねちゃん来なかったら、まだずっと依頼引き受けないで、引きこもりになってたから、なるほど。助かったぞ。冗談なのに。冗談でもてあそぶな、女子高生を。三剣健二さん、かわいそうでしたね。そうだったな。これ、ガンと困るんだよね、三剣ちゃんさ。難しい時期なんだから。
去年被告席に立ったばかりらしい。他にも噂聞いてるよ。ああ見ごくこの姿久しぶりに見たな。これあのマリさんの報告書のこともありましたよね。ああ、警察局の事件だね。あったね。これもガントで、いや色付きで出てきた。さっきモノクロじゃなかった、色までついてきたか。ガント局長、確かにその主張は正しい。でもどこかに三剣に対する悪意を感じるよな。感じたな。ガントは何なんだろうな。三剣に恨みでもあんのか突きつけようか。高いんですよこれ。え、どんぐらい、いくらぐらい。そうですね、 1g 1000円以上するんですよ。ああ、そうなんだ。お小遣い貯めて買ったりするんですけどね。お小遣い、あの友恵さんからもらうの。友恵さんくれるんだね、お小遣い。でもそうだよね、両親いないからね。そうか。たまに現物支給の時もあるんですよお小遣い。え、何もらえるの。現物支給。お小遣いがルミノール試薬。嬉しくないな。あ、そういうこと、ルミノール試薬もらえんの。あ、まあでもやっぱ仲はいいんだろうよな。あ、ザボーイ。あ、違う違う違う、あでもチャーリーもそうだね。妙に黄色い。え、大丈夫か、水あげてる。あ、さっきおみ、何混ぜた、あかねちゃん、何混ぜた、ルミノール試薬混ぜちゃった。たっぷり混ぜてって言ってるし。混ぜてって何を。あかねちゃん、あかねちゃん特製のやつなんだ。あかねちゃん特製の化学添加物どうですかチャーリーくん。だから妙に黄色いよ。何してんだよあかねちゃん。まあ可愛いけどね、大繁盛なんだよね。まだ視点出してねえのかよ。視点出すの分かったよもう。なんか腰が低いように見えて、それでいてキレがあるような。あ、腰低くねえぞあれ。将来大物になりそうな雰囲気のボーイさんですね。そうだな、僕も言われてみたいもんだ。よし、じゃあ移動しよう。検事局ね、あ、留置所行けるか。友恵さんいる。2月23日某時刻留置所面会室。友恵さん、あ、取り調べ中か。刑事さんに怒鳴られてるのかなお姉ちゃん。怒鳴られはしないんじゃないか。検事局と警察局の事件どうやって同時にやったっす。糸の子じゃねえか。なんて答えにくい質問だよな。何にしても、でも逮捕されたんじゃなかったっけ。そういえば警察局側の犯人が逮捕されたはずだよな。後でまた来てみましょうよ。そうだね、勝手に用つけちゃった今。移動しよう。じゃあ警察行こうか。糸の子は2月23日某時刻警察署内刑事課。なんかやっぱりさっき立っているな。そうか。いつもの二人しか見えねえか分かんねえな。警察局内で捜査官が殺害されちゃったわけですからね。でもその正しき捜査官なら同時に検事局の駐車場でも。この話題ややこしいから嫌いです。まあややこしいな。とりあえずこっちの現場を調べたいんだけどな。何分先立ってますからね。下手したら殺さない。もう一つ事件起きちゃうよ。そしたら彼らもこれ以上死体は増やしたくないんじゃないかな。もう警察局内じゃなくて暴力団の一味になっちゃうから。そしたら何にせよ話を聞いてくれる雰囲気じゃないな。糸の子いない。課長、課長さんなんだろう。今日は何見てんの。何、証拠保管室です。いや、なんでそれで知るんだよ。知っとけよもっと前に。警察局外には絶対情報を漏らさないことだと。しまった。いや、喋んなって知ってんじゃねえか。そして何やってんだよこいつは。刑事さんだろうか。何やら一人で今日は何を言ってる。わかった、犯人はドライアイスを使ったのだ。カンヌキとドアの間に挟めば自動的に密室が完成するのだ。こいつは新しいな。小説読んでる。報告書じゃなくて小説を書いてんのかい。読む側じゃないんだ、書いてんだ。机が並んでる。思ってる、片付いてる。甘いすぎることはない。課長動かないの。課長こんなに吹きつけられて怒るどころか動かないの課長。ねえねえねえ課長。刑事さん、刑事さん、あれか、ちょっと小説書くのに集中してるか。まあさすがに血は出てこないよな。じゃあエントランス戻って。あ、あかねちゃんどうした。2月23日某時刻警察局エントランス。糸の子来るかな。昨日よりさらに慌ただしい気がするね。刑事さんたち目にも止まらぬスピードで走り回ってますよ。警察局内で捜査官が殺害されたんだ。無理もないな。こっちの現場、証拠保管室でしたよね、確か。そうだね。受付でもらう、受付とかパンフレットとかあるの。受付はあるか、パンフレットある。よると、あ、こっちですよ。そう、書いていいの。パンフレット作る人、もしくは頼んだ人。書かない方がいいと思うな、証拠保管室の場所とか。遊園地で来た子供みたいだな。ちょっと覗いてみましょうよ、殺人現場。ちょっと覗くもんじゃないけどな。あ、これはうごめいてるんだ。逮捕君。
じゃ、いいってうごめかなくてうごめくじゃん。踊っていると言ってあげようよ、せめて。踊っているといえば、警察局全体が踊り狂ってるんだよな、昨日から。まあそうだな。電池抜いておきませんか、あれ。そうだよね。いつか何か悪さをやらしそうな気がします。うん、そんな気がする。こっちはお巡りさんが敬礼している。相手は刑事さんだろうか。バカ野郎、お前どこに目つけてやがるんだ。はっ、ここだ、ここであります。いや、そういう話じゃねえよ。煽ってんじゃねえか、逆に。敬礼じゃなくて目の位置の確認なの、あれ。いいコンビになりそうだ。何を求めてるんだ。じゃあ移動しよう。いろいろあってわかんない。あ、これが警備士。ザイモンじゃん、もう。ザイモン実質にしてない、ここ。大丈夫、そんな私物化していいもの。2月23日某時刻、証拠保管室前と警備室。なんだこの極めて趣味性の強い空間は。ちょっとここだけバーみたいになってんな。パンフレットによると、保管室前警備室ですけど。じゃあ、あのドアの向こうが証拠保管室、殺人現場か。なんか罠あるけど。そういうことになりますね。どうしたの。サボテンくんの存在に圧倒されて考えがまとまりません。やれやれ。そもそも警備室なのにどうして警備の人がいないんだ。警備されてねえな。警備の人、大体想像はつきますね。もうザイモンさんしかいねえじゃん。調べようか。どっから調べりゃいいんだこれ。まずこれから行くか。こんなところに投げ縄がありますよ。なんか罠っぽいムードが漂ってるな。そうだな。でも分かりやすすぎるけどな。罠っぽいね。あ、できました。何が。罠投げ縄。逆さから読んでも同じで。罠投げ縄。ほんとだ。すごいね、あかねちゃん。ちょっと無駄な才能だけど。それはすごいね。いやでもこういうの地味に楽しいよね、考えるの。ドアの向こうが証拠保管室だね。さあ、張り切っていきましょう。これ入れるもんなの。だよな。開かない。そりゃそうだろうね。現場を調べる。誰か。糸の子。糸の子どこだ。さっきから糸の子どこなんだ。映像が映し出されてるみたいだ。モニターの下にランプが光ってますよ。録画中なんだ。このパソコンで出入りする人をチェックしているみたいですね。まあそれぐらいやっぱしとかないとな。あとはこれは。わ、西部のサルーンみたい、このスイングドア。でも釘で打ち付けてあるぞ。入れないよこれじゃ。だってほら、ここから入ったらサボテンが倒れてきて、これ倒れてくんの。チクってなりますからね。チクじゃ済まないぞきっと。大量出血だ。これは帽子は。かなりチクチクしますね。本物かなこれ。触るな、あかねちゃん。危ないから。このでかいのが1個あれば十分だと思うけど。このサボテン。おそうか。お姉ちゃんみたいですね。BGM。 あ、そうだな。 BGM に合わせようか。と、ともえさん。冷たくて硬い殻をかぶって、さらにトゲで身を守って、お姉ちゃんそっくり。ああ、そういうことか。悪いけどどう見てもともえさんには似てないよ。バッサリ切り捨てたな。なるほど。私も雰囲気で言っちゃいました。雰囲気でお姉ちゃんのこと言うな。これは警備員さんの服が吊るしてあります。制服じゃないことは確かだね。革のジャンバーに、革のズボンに、革の…全部革なんだ。あれ、これ何でしたっけ。あ、ポンチョじゃない。パンチ、ペンチ、ピンチ、あ、ポンチちょっと惜しい。ポンチョ。今一つピンとこないな。ポンチョ、だけどもう少し言えよ。なるほど。なんでだよ、もう少し黙っておこう。黙るな。酒は特にないか。なんだこれ。鹿でもないな。ここもないな。酒にも気づいてないか。ドアもないか。でもサボテン。あ、ちょ、あるある。まだか。あ、出た。どうしたこれ。あ、なに、ビリーっていうのこれ。ビリーの頭に。あ、読めなかった。わ、こんなところに反応しましたよ。綺麗に血がついてるね。サボテンのトゲの周りに。この部屋散らかってるから、何かにつまずいて、だとしても背高くないこれ。ここに額って結構背高い人じゃないと、ぐさっと額でも突き刺さったんじゃないかな。痛いな、それ。ある意味、殺人よりも痛い事件ですね。まあ、痛いな。死ぬとかじゃないやつって痛い。ああ、ガーンと。声。65歳か。
そら貫禄あるわな。笑顔が怖いな。地方警察局長、そうは見えないが警察の最高権力者。いや、見える見える。最高権力者の笑顔だよ、これは。他の人は見たよね。糸の子、あかねちゃん。2月23日、某時刻警察局エントランス。相変わらず、ピリピリした空気が漂ってるな。ください?なんだ?あれ?この声。ああ、待ってたぞ、糸の子。ステーキ弁当一つください。あれ、あんたたち。犬かよ。糸の子刑事。話は後っす。刑事の鼻を舐めちゃダメっす。とりあえず、弁当ランドのステーキ弁当は、安心した。安心したよ。それ買える金はあるんだな。よかった。給料めちゃくちゃ下げられてるから心配してたよ、糸の子。これですか?売り物じゃないんですけど、ていうかもう冷めてない?これ大丈夫?糸の子か、買ってやろうか。一緒に弁当ランド行こうじゃ、糸の子。がっくりという音が聞こえてきそうだぞ。いや、落ち込むのは後っす。犯人が逮捕。証拠保管室で起きた殺人の犯人か。犯人が逮捕された今、必要なのは証拠っす。犯人?どういうことですか?警察局の証拠保管室で起きた事件のことは聞いているっすね。聞いてるよ。だ、検事局の駐車場で捜査官が刺殺された同じ日に、警察局でも捜査官が殺害されたというのですか?あ、みつるぎも、それで犯人は目星はついたのだろうか。ああ、怖い。まあね、容疑者はさ、逮捕したのよ、さっき。逮捕したっつってたね。もう、警察局をひっくり返す大スキャンダルっす。立て続けにな。糸の子刑事、それで一体犯人は、とにかく、ステーキ弁当が食えないと知った今、ここでおしゃべりしてても腹が減るだけっす。喋ってくれよ、ちょっと待って。ちょ、待って、糸の子。あ、ちょっと待ってください。いや、来てはくれるんだな。詳しく知りたければ、留置所に行ってみるっす。ありがとな、糸の子。取り調べが一段落して、独房ですすり泣いているはずっす。すすり泣いているって、結構器用な犯人じゃないか。じゃって。バイバイ、糸の子。ありがとな、顔見せてくれて。証拠保管室の方へ走って行っちゃいました。どうやら、ものすごい勢いで事件が動き出したみたいだね。そうだな。証拠保管室の事件は、じゃあ、順調なのかな。ちょっと、糸の子行った?こっち。いねえじゃん。どこ行った?糸の子。いねえじゃねえかよ。お嬢さんにステーキ弁当を見せたら、なんか、説明してくれるかな?もう、京介に渡せって、もう、指名してあるな。京介に渡しなさいな。協力してくれますわよ、きっと。なるほどね。まあ、じゃあ、ザイモンさんに渡せと。お嬢さんとザイモンさんは、聞いた。あれ?じゃあ、これ聞いたか。聞いてないか、どっちだか分かんなくなった。聞いたか聞いてねえか。京介と私は協力して捜査をしているだけ、調査をしているだけですわ。過去に決着をつけるために、それだけのことさ。そうですか、ありがとうございます。まあ、お京さんもいい人な感じするけどね、やっぱり。嘘はついてたけど、いい人っぽいけどな。てか、みつるぎのとこ行けんのって、こっからじゃなかったっけ。なんか行けないね。あれ、行けないのか、今日は。2月23日、某時刻、留置所面会室。で、犯人に会えるのか。でも私、ほんの少しだけ安心しちゃいました。だって、正しき刑事さんを刺した犯人捕まったんでしょ?まあ、そうなのかな。議論するのはやめておこう。こんがらがるばかりだ。そうだな。あれなんか、人じゃねえぞ。音がしてんぞ。なんですか今の。なんか、ほか。なんだっけ、ハラバイだろ、お前。だから、本家は、加害者というのはどうかと思うし、読みづらい人ばっかりも、口がままね、むしろ本家はこの被害者と言うべきであると、ちょっともう、こっから噛まないようにしようか。やっぱりな、お前だな。どうも、こんにちは、であります。ちょっと意地でも噛みたくねえな、この本館の喋り。あなたは、確か。すいません、三剣賢治って人いらっしゃるでありますか?本館、警察局の、もう噛んじゃったよ。警察局長ね、警察局長のお使いで本館、報告書を持ってきたであります。へえ、おまわりさん、あかねちゃん、今の流れでわかんない?違うな、それ。留置所の看守さんだったんですか?あかねちゃん、右見てみ?いるぞ、看守さん。いや、本館、あれであります。子羊のような巡査でありまして。わかった。今日はこっちに報告書を届けに来たんですね。いや、報告書こっち届けなくていいかな。いやー、保管、いやー、その保管、なんていうか、この保管、その、ちょっと。
喋りが、まあ、まさか。もしかして、あなたが正しき道を捜査官を犯人の腹ばい巡査でありますからして、犯人のって言うな。犯人なの？犯人じゃなくないか、お前。そりゃ A だわ。これは予想外の展開だな。話そうか、ちょっと、はみ出てるけど、背丈んだな、お前。本来は、総務課の巡査でありますからして、聞こえてますから、普通にお願いします。そうだな、ちょっと耳に痛いぞ。あの日、たまたま用があって、証拠不可室へ行ったところ、保管室前の警備室が空っぽだったのであります。ああ、そうなのか。つまり、いつもは保管室は警備員が見張っているんですね。そういうことだね。何分、証拠保管室は証拠を保管しているでありますから。保安課の巡査、左衛門巡査がだろうな、警備を担当しているであります。左衛門。それで本館、キョトーンとした顔して、ふと警備室のモニターを見たら、保管室にそのいわゆる不審者が、そう、不審者を見たのであります。いや、そこまでの木槌の音大事、なんだそれ。今、首になんか出てこなかった、マジック。どっからどう出てきた、今。何やってんだ、この人。それでどうなったんですか？今のほんとどっから出てきたんだ。その後は本館、カーッとこう頭が真っ白になっちまって、ふと気がついたら、今日、こうして留置所にどこまで真っ白になってたんだ。長すぎるだろ、真っ白の時間が。なあ、長すぎんな。ところで、その手どうなさったんですか？これ、ともえさんも同じだよね、この包帯。は、本館、包帯を巻いてくれる人もいないので、いや、寂しいこと言うな。自分なりにこう、ぐるぐるとこれ、巻いてみたであります。手に包帯といえば、そうだよね。ともえさんと一緒だな。お母さんと一緒みたいな。ともえさんと一緒。どこまでも同時ですね。警察局と検事局の事件。そうだな。かぶりすぎなくらいかぶってな。とにかく聞かせてください。その手の怪我について。じゃあ、こっち聞いとこうか、先に。その手、やっぱり、あの事件があった時に。うるさい。本館、アラバイ。まあ、読めない。まあ、これ、本館、実はそうでありまして。ダメじゃないですか。ちゃんと自首しなくちゃ。まあ、茜ちゃんは犯人だと思ってるんだ。だって、本館、でも、だって、仕方なかったであります。仕方なかった？実は、本館、あれでありますか。ありであります。本館からして、ちょっと。本館、挟むな、本館。捜査局殿にナイフを向けられて、わーってなっちゃって、ナイフを向けられた？気がついたら気絶していたのであります。気絶。そして本官、同僚の巡査に叩き起こされたでありますが、官、なんで木槌の音がするんだよ、その手から。保管室には誰もいなかった。本官、なんと一人ぼっち。正しき捜査官殿は消えたのでありますからして、消えて、ま、普通に考えれば消えて、そっから検事局に、ま、移動されたんだろうよな、死体が。だけど、そっちでも殺されたってことになってんのがおかしいんだよな。ふと気がつけば、手からドクドク血が、これ本館。寂しかったであります。本館、実にこれ、寂しかったな。いや、寂しいというか、怖いとか思わないのが、血が出てて。被害者の死体が消えた。謎は深まるばかりか。微妙な話ですね。まあ、じゃあ被害者について聞くか。失礼ですけど、犯人なんですよね。正しき道を捜査官を証拠保管室で殺害した。本官を、そんな悲しい目で見つめないでほしいであります。人をあえて被害者と加害者にくくるとすれば、官、差し詰め本官などはかなり被害者の方に、いやいや、こうして捕まってるわけじゃないですか。なんで捕まったの？まあでもその場にいたから捕まったのか。まあ確かに、まあ本官あれなんでありますけれども、被害者の正しき捜査官とは知り合い、でも不審者見て入ったってことは知り合いじゃなくないか。その人をあえて他人と赤の他人にくくるって、どっちも他人だそれは、腹ばい。差し詰め本館などは真っ赤よりで、本館ちょっと文脈崩壊してるぞ本館。つまり知らなかったわけですか。本館は日の当たらない部署で働いているでありますからして、捜査官の方に知り合いなどいないのでありますからして、どうやって育ったんだ。どうやって育ったらその喋り方になるんだ。じゃあなぜ知らない人を刺しちゃったんですか。あかねちゃん、ほんとすごいもう腹ばいのこと犯人としてしか見てないね。だから本官は殺すつもりなんてなかったであります。
というか本官殺したつもりもないのでありますからして、まあ殺してないんじゃない。腹ばいはやれやれ混乱しているみたいだな。じゃあ弁護士バッジ見せる。腹ばいさんこれなんですけどこの状態でこれ見せる。なるほども、あ、弁護の依頼引き受ける。それで本官に勝ったつもりですか。違う、え、ひょこの女の子とお揃いだ、どう、何を見てお揃いだと思ったの。このなんかムンクの叫びもどきみたいな顔してるバッチに対して言ってんのが、あ、私ですか。泣くな本官、どうせ本官お揃いのお守りを持ってくれる女の子なんて本官どこにもいないであります。それがいけないことですか。いや、いいことだって、いいことかどうかわかんないけど、いけなくはないと思うぞ。青い春が青春だなんて本官決して認めないであります。まあ人それぞれだから、青春も。お揃いってバッチのことか。全然違うと思うけどな。ふふん、あ、でもあかねちゃんが喜んでるならいいや。弁護士バッチと一緒にしないでほしいな。まあ価値は全然違うだろうな。 ID 見せてみる。これ見ていただけますか。なんか知らないかな。あ、それであります。それ本館それでありますからして。どれがなんだ。な、何、何ですか。今この瞬間まで本館の頭真っ白でありました。しかし全て本館ここに今本館思い出したりあります。本館挟まないと死ぬんか。思い出したって事件のことですか。そうです、いわゆる本館そいつのせいでこんな目にね。その包帯取ったらさ、なんか木じゃない、木でできてない。そのでさっきから木槌の音がするんだけど。この ID カードですか。そうであります、実にそうなのであります。ある種そう言わざるを得ないのでありますからして。うるせえうるせえこいつ、面白いけど詳しく聞いてみた方が良さそうだな。いやでもいいぞ、キャラが濃くて。犯行の詳細思い出したこと聞かせていただけますか。おい、敬礼だ本官。本官何分総務課の迷える子羊のような巡査でありますから。あ、なんかちょっとキリッとしてんな。 ID の証明写真で見るとホワーンって感じだったけど、キリッとしてんな。こう見ると捜査官正しき保管室にいた正しき捜査官殿は存じ上げなかったであります。だから不審者だと思い込んよく不審者だって思い込んだな、逆に思い込んだわけですが、こんないいコート着ないだろ不審者。保管室に入った本官は ID カードの提示を求めたであります。まあでもそれは偉いな本官。なんだ、やるべきことをきちんとやってるじゃないですか。いい仕事をしてるな。そう、そうなんであります本官、それが言いたかったであります。それで ID カードの提示を求められた正しき捜査官はどうしました。なんと、いきなり本館にない、おかしいね、それは。いきなりナイフを向けたのはおかしいな。え？不審者だな、それは。そうなってくると不審者って思うわ。本館、もう何が何だかわからなくなって。規制は、いや、お前も不審者だ。規制上げんな。飛びかかっていっちゃったであります。まあ、ナイフ向けられたら、そらなるか、そう思う。正しき捜査官がナイフを向けてきた。やられる前にやれ。腹ばい家の囲んでありますからして。どんな家で育ってんだ本当に、怖えな。やられる前にやれってやっちゃダメだよ。そしたら捕まんだよ。捕まってんじゃねえか現に今。そう、それからどうなりました。それから保管頭が真っ白になって気づいたらここに。やれやれ、まあ、気がついたらここに。ああ逮捕された理由、そうだよね、なんで逮捕されたか。結局腹ばいさんどうして逮捕されたんですか。まあだってそこにいただけだったらね、逮捕まではいかないでしょ。どういうことあがねちゃん、ちょっと情報を整理してみましょうよ。お、あ、整理されんね。腹ばいさん、正しきさんの顔を知らなかったんですよ。そして現場であった被害者は ID を提示してくれなかった。つまりそれが本物だったかどうかわからない。あ、じゃあこの時点で正しきじゃない可能性があるってことだな。それに死体が証拠保管室から消えたってことは、そもそも本当に死んだのかどうかもわからないはずです。確かにな。そう、それ本官、それを言いたかったであります。あ、そうか本官っていうかそれに近いことを言ってみたであります。あ、言ったんだ。え、でも結果的にここにいるわけですよね。本官、言われちゃったであります。まあでもあの日あの時間、正しき捜査官殿が証拠保管室に入ったのは間違いないとか。うん、これも上層部関わってんのかな。でもあなたの記憶ははっきりしないんでしょ。でもはっきり映っていたでありますからね。映っていた、監視カメラか。え、映っていた、防犯カメラであります。ダメじゃねえか、お前やってんじゃねえか。本館の憎むべき犯行が全て録画されていたであります。それ見せてくれよ。
本当か？そしたら犯人になっちゃうけどな、ハラバイ。ハラバイどうする？それは先に言ってください。は、本官、あれ、面目ないでありますからして、面目ないとかの問題じゃねえんだ。やれやれ、とにかく現場を調べないとな。あ、じゃあまた保管室に戻れってことか？めっちゃ猫ちゃんがドアの前で泣いてる。ちょっと待って。ちょっとうちで飼ってる猫ちゃんがめっちゃ扉の前で泣いてたから部屋入れました。今も泣いてるな。ちょっと実況中、泣き声入るかもしんないけど、いっか。あ、出るのは、ちょっと出してきます。警察局、2月23日、某時刻、警察署内刑事課。あ、あれ、なるほどさん。課長さんの席。あれは、ごわーい、いやー、ガント局長。ガント局長。怖え。ほんと、これだけよね、課長ちゃんさ。やっぱ課長もちゃん呼びなんだ。見落としがあるとね、とんでもないことになるから。は、多分おそらくもう完璧であります。あ、もう、これ課長の教えなのか、この喋り方は。机の引き出しもロッカーもゴミ箱も壁もポケットも、座布団の裏もパソコンの裏も、早い。湯飲みの中も調べたりあります。嘘。じゃあもし何か出たらさ、すぐにね、連絡くれるかな。もう一度調べてみるです。見るでありますな、課長。課長さん、みっともなく舞い上がってるな。あ、うわー。気づかれた。あれ、なるほどじゃん。どうよ、最近泳いでる？なるほどはさ、それ本当にビビってんのか？もう木も座りすぎて逆に煽ってるように思えるんだけど。はあ、ガント局長殿、ご苦労様です。まあ、こういうところが岩谷上手感すげえんだけどな。なんでなるほどさんが敬礼してるんですか？これ、うわぁ。BGM 聞くと止まっちゃうな。これ、みつるぎのこと聞くの、なんかやだな、なんか言われそうだな。大丈夫ですか、みつるぎのやつ。なるほど、やっぱ木も座ってんだって、それ聞ける時点で。聞けねえって、普通。ああ、みつるぎちゃん、今ね、あれ、検事局の査問会って、不吉な響きですね。確かにな。査定の差入ってんもんな。彼もほら、いろいろあったから。年末からこっち、いろいろね。もしかして、ひょうたんこの事件ですか？まあ、みつるぎちゃん自身が被告人っていうのもシャレにならないけど。なるほどちゃんが有罪にした人、いたでしょ？ああ、カルマ。カルマ怖い。おめも怖いんだよ、カルマ。もうね、でもなんかカルマの方がまだ、可愛げっていうか、まあ、馴染みはあるわ、まだ。カルマ、ケンジ。40年間無敗を誇った検事局の生きる伝説。あれが捏造ってことにされちゃったんでしょ？君にさ。いやいや、別に僕が悪そうだな。なるほどは悪くないよ、それは。とにかく今、あちらさん大変なのよ。検事局ね。信頼を回復するためなら何だってやっちゃうよ。査問会次第では、危ないね、みつるぎちゃん。それ、そういう風に仕向けてないよな、監督局長。そんな。てれー、これ。この BGM、これ実況取り終わっても頭から離れねえんだよな、保管室の事件。いやー、さすがに困っちゃうね。同時でしょ、向こうさんと。検事局か。でも、そんなの科学的にありえないじゃないですか。なあ、これじゃん。ありえないよな。でも、今のところさ、そう言ってるわけ。証拠がね。正しきちゃんは2つの場所で同時に刺されたって。その証拠というのは、お、ちょっとそれは勘弁してよ、なるほどちゃん。その辺微妙でさ、悪いけど言えないの。怪しくないそれ。ちゃんとした証拠なのか？まあそうかもしれないな。僕ね、隠し事みたいなの嫌いなわけ。これ本当に。本当か？だから課長ちゃんにも厳しく言ってあるんだけどさ。あ、そういえばいじめてましたね、課長ちゃん。あかねちゃんも気も座ってんな。いじめてましたねとか言えちゃうか。あー、やだな、あれ見てたの。課長さん、何を頼まれたんだろう。ちょっとこっそり聞いてみましょうよっていうのをこっそり言おうか。それ思いっきり言っちゃったらこっそりなんないからね。ほら、もういる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 、怖いいる。ステーキベッド食べます。これ、ザイモンのだけど。ちょっと見ていただきたいんですけど。あ、悪いけど。そういうの僕、もう、ステーキベッド卒業した。もっと高級じゃないと無理か。
その辺をヒラヒラしているコートの人にでも見せてあげて。コートの人？ヒラヒラ、あの刑事さんのことかな。糸の子、せめてフラフラと言ってあげてほしいね。そうだな、ヒラヒラではないだろう。え、じゃあ課長聞く？やれやれ、みっともないとこ見られちゃった。何を頼まれたんですか、局長さんに。いやね、そこにほら被害者の正しきくんの席があるんだけど、手がかりになりそうな遺留品を全部提出しろって。ゴミ箱のゴミまで全部持ってっちゃったよ。そこまでして局長自身が動くってなかなか怪しくないか。じゃあもう正しきさんの遺品ここにはないんですね。これだって捜査官がする仕事でしょ。もちろん残ってんじゃん課長。課長なんで残した。残しちゃダメじゃないですか。なあ茜ちゃん、怒られっつ。お前だってこれ書類の書き損ないだから。遺失物届、途中までしか記入されてないしね。遺失物、何かなくしたんだ正しきさん。書類の日付は2月21日か。あ、書類の日付は2月21日か。一応記録しておこう。え、これ事件当日じゃないか。え、書き損ないの書類日付は2月21日、局長自身に提出する規則。あ、局長自身に提出する規則ってちょっとヒントになりそうだな。とにかく、なんとかして現場を調べないとな。あ、聞けるじゃん。捜査の許可。ところでお願いがあるんですけど。ああ、何？珍しいね。なるほどちゃん、お願いなんて。珍しいも何もあったばかりですからね、あなたと。証拠を関しての調査をさせてもらえませんか？ああ、怖い。ああ、怖い。ああ、ダメかな。ダメならいいんです、別に。できればなんで。うん。はい。はい。さ、なるほどちゃん。あ、すいませんでした。結構であります。だから、煽ってんだって、それは。それはもう煽ってんだって、なるほど。僕さ、そんなね、ケチな男じゃないわけ。ということは？え？誰に頼まれても5000円までなら貸すし。じゃあ5000円貸してください。もう貸すってことは返さないといけないな。全然問題ないよ。好きに調べてくれていいから。行ってみるもんですね。じゃあ、あそこのお嬢ちゃん、これ貸してあげるから。あ、本当に貸してくれた。あ、それ、刑事さんの ID カードですか？いいんだ、これ貸してもらっちゃって。お客さん用の特別だからなくさないでね。お客さん用とかあるんだ、刑事の ID に。はい、光栄であります。あかねちゃんが言うと可愛いな。まあとにかく頑張ってよ。じゃあまたね。で、まあ、こういうところはいい人にも見えるんだけど、なんつんだろうな、余裕たっぷりな悪い人にも見えるんだよな。へへ、胸につけちゃった。本物ですよ。あ、嬉しそう、あかねちゃん。よかったな、あかねちゃん。嬉しそうだね、ものすごく。本館が入れてあげますからして、証拠保管室。かわいい、あかねちゃん。変な影響を受けているみたいだな。いや、もう、ウッキウキワックワクなんだろうな、かわいいな。よいしょ。ガント局長さんに ID カードも借りてきたし、さあ、張り切っていきましょう。あれ？開かない。あ、カード端末の電源がオフになってる。意味ないじゃん。もう、警備の人、もう警備の人ちゃんと仕事しましょうよ。サイモン、あ、来た、やっと来た。おやおや、バンビーナがご機嫌斜めのようだよ。誰のせいだと思いで。お前のせいだよ。ちゃんと色最初からステーキ弁当持ってきてやってんだから。冷めちゃったぞ、お前が来ないから。じゃあサイモンさん、やっぱりこの人か。なんだい、そのやっぱりこの人かみたいな目は。心読めるんか。タイル、やめろってそれ。てか、もうほんと、剃っても剃ってもそれ剃りきれないね、それ。お察しの通り、ここは俺のサルーンさ。好きだね、サルーン。私たち、現場の調査をしたいんですけど。あ、現場を調査したいんですけど。お、その胸のカード。新世界へのティケットか。ティケット。なんでティケットって。ティケット。いいさ、殺人現場で開拓者気分を味わってくることさ。あ、入れる？カードリーダーの電源が戻ったみたいだな。ついでにお話を聞かせていただけますか。悪いか、カボーイ。君たちの相手をする気はないさ。やっぱり忙しいんですか。そんなことは言っていないだろ。相手をする気はない、それだけのことさ。敵か味方か分かんないよな、この人も。やれやれ。まあ、どっちでもないんだろうな、別に。意識的にはお話を伺いたいんですけど。でも話、これがあれか。何？ガンスリンガーがマスケットに弾丸を込めるよう祈りながら。何言ってんだ。お腹空いたんだな、ザエモン。そういうことだな。結局どういうことですか。腹すかせて喋る気分が
喋る気分じゃない、そういうことかな。ステーキ弁当、最後の音だけで決めつけてませんか。そう、ステーキ弁当をくれってことだろ。はい、どうぞ。お嬢さんからもらいました、ステーキ弁当。この匂い、テキサスを思い出すぜ。ザイモンさん、テキサスの人だったんですか。あかねちゃん、多分ね、生まれも育ちも日本だと思うよ、この人。この間テレビで見たさ、ベイビーからの差し入れかい。まあ、レディーからの差し入れです。ええ、お嬢さんから。こいつはどうしました。なんだ、フィレステーキ弁当。そうか、そういうことか。どういうことだ。どういう意味があるのかな、あのお弁当。意味あるのか、これ。話してくれる気になった。おらえ、バンビーナ、あんたの勝ちだ。なんでもぐ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 聞いて、ここが、いや、酒も飲んで物も食って、どうやら。でもゆっくり食べていいから、食べ終わってからでいいよ。話をしてくれる気になったみたいですね。大丈夫、食べ終わった。もうちょっと食べる。聞くけど、サイモンさん、商工監視の警察警備を担当しているんですよね。誰にでもできるありがたい仕事さ、よく知ってるね。留置所の原場巡査から教えてもらいました。あのかわいそうな坊やか。2回に1回は自分の名前を灰原とか、お前自分で間違えてんの、原場合灰原と書き間違える。彼はこんなことも教えてくれました。事件があった時、あなたは警備室にいなかったと。これも理由あるのかな。こんなことを言っちゃまずいが、今から2年前、捜査官から外れてから、見た目ほどやる気満々ってわけじゃないんだよ。まあ逆にやる気満々で捜査してたものが不正があってからの降格だからな。そらやる気も失せるわな。あの、何をしていたんですか、あの事件が起こった5時15分頃。あ、アリバイ調査。さあね、ジップでコチーズ号でガイドをギャロップで流してたかな。読みづらい、全部読みづらい。名馬にまたがって高速道路を走っていた後。あかねちゃんすごいね、翻訳できるんだ、助かる。とりあえずここには人間は必要ないのさ、まあ、機械がいっぱいあるからな。最新の機械たちがきちんと見張ってくれているらしいからね。でも殺人起きちゃってるけどな。最新の機械、防犯システムですか。機械いいか。ステーキの横の茹でたブロッコリーの次に苦手だよ。ブロッコリー苦手なんだ、ザイモンのこと。お嬢さんから聞きました、ザイモンさん2年前まで捜査官だったんだって。そうだね、聞いたね。事件現場のブッシュワーカー、荒野にうずめいた夢の後さ。今も調べてるんですよね、 SL9 号事件、お嬢さんと。まあ2人だけじゃなさそうだけどね。あれは俺の事件だった。ザイモンさんの事件、記憶の上では解決している。お得意のイカサマポーカーさ。しかし俺は納得できない、それだけのことだよ。まあ証拠品が不正されたものらしいからな。あの、どんな事件だったんですか、 SL9 号事件って。名前だけよく聞くんですけど、誰も教えてくれないんです。確かにな、そろそろ教えてくれてもいいんじゃないかな。教えてくれないね、うん、知らない方がいいこともあるよ、バンビーナ。それにあの事件は2日前、今度こそ完全に死んじまった、申し送り。2日前、事件があった日ですか。そうだな、証拠品の申し送りさ。みつるぎも言ってたな、申し送り。みつるぎ会ってないな今日。俺が知ってる機械はとりあえず2つさ。とりあえず、まあ、機械っていっぱいあるからな。機械苦手なんだろうな。言っただろ、バンビーナ。俺にとって機械はステーキの横の揺れたブロッコリーとカリフラワー、どっちも苦手なんだな。似てるしな、次に苦手なのさ。まず分かりやすいのは防犯カメラだろう、まあ、これは分かるよな。原場巡査も言ってたな。数時間ごとに異常がなければ消去されちまうらしいけどね。あ、勝手に消去するんだ。そのカメラに映ってたんですか、原場巡査と正しき捜査官が。まあ映ってたから逮捕されたんじゃないか、多分ね。責任者が多分はないだろう。確かに。そしてもう一つ、証拠会社に入るときは ID カードが必要なんだよ。そうらしいね。確かにドアの脇にカードリーダーがあるな。ID カードを使うと記録が残る。ありがちだが分かりやすいさ。あー、記録が残ると。あ、見せて、いや、ラッキーセブン、ラッキーセブンいるな、一番上。
これ5時14分が正しき捜査官だね。584289、これが ID の使用記録。ああれ見たことあるナンバーが5時14分のとこだな。おっとこれちょ、見せてよ。見せられないなバンビーナ。えステーキ弁当渡したじゃん。こいつが事件に関係するか。俺は聞かされていないからね。なるほどさん、今の記録見覚えのあるナンバーがあったよな。使用記録と事件との関係突きつけてやるんだ。あ、はい、どうぞ。これで大丈夫でしょう。これ見てください、被害者の ID カードなんですけど。ああ、確か現場の地下駐車場に落ちていたな。こいつの番号なんですけど5842189です。これ被ってるやつあるよね。ゼモンさん、さっきの記録 ID の使用記録を見せてください。ここであるね、5時14分。この4番目のナンバー完全に一致しています。使用された時間は5時14分、事件が起こった時間だ。しかし ID カードはこのように1枚しか存在しないはずだぜ。うん、やっぱり事件があった時間、正しきさんは証拠保管室に。でも待てよ、原場巡査はこう言っていた。あ、 ID カードは提示してくれなかったって言ってたな。ID カードの ID の提示を求められた正しき捜査官はどうしました？なんといきなり本館にナイフを向けたであります。 ID カードの代わりでナイフってな、物騒だな。その時彼が ID カードを持っていたのならば、原場巡査に切りかかる必要なんかなかったはずだ。おらえカウボーイ、あんたの勝ちさ。もうバンビーナの次はカウボーイの勝ちか。この記録あんたに渡した方が良さそうだ。まあここら辺は巡査としてちゃんと全うしてんだろうな。この無関係ならば渡さないっていうのは。事件当日証拠保管室に入った人物の ID 調べるで詳細は表示。 OK。 このリスト ID を持っていそうな人物に見せた方がいいな。糸の子のことか。さあそろそろ証拠保管室を調べに行きましょう。そうだね、もう一つの殺人現場か。これで調べに行くのか。あ、ここまでが前編ね。2日目探偵後編へ続く。おー、いいね、引きがいいね。これで証拠保管室で何があるかだよな。いいえ、ということで第5話読み返る逆転の2日目探偵前編でした。あれだね、行くところがめちゃくちゃ多いのと、キャラ数もキャラの濃さもね、今までと比べてもボリュームがやっぱ増してるのがあるから、情報量がいっぱいでちょっと常々整理していかないと大変かもしれないけど、それだけこの事件の真相は奥が深いんでしょう。それを考えるとやっぱ楽しみだね、後半も。後編やっと証拠保管室の中に入れるということで、一体中どんな感じなのかっていうのもそうだし、事件の証拠やら真相やらつかめる何かが出てくるのか、いろいろ気になるところですが、あと三剣にもまだ会ってないからな、後編出てくるのか、そこも楽しみに後編もやっていきたいと思います。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録高評価していただけたら幸いです。毎日投稿頑張っておりますので、よかったら応援よろしくお願いします。それでは次の実況でまたお会いしましょう。夢咲みむでした。バイバイ。